コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画撮りたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。ザン。はい。呪術廻戦クリアカードコレクションガムということでね。はい、こちら。カード全32種類。はい。そこにワンパック、カード2枚とガムが1枚入っています。それがね、ワンボックスで、16個入りなんですよ。で、カード2枚入ってるんで、全32種。単純に計算したら32枚入ってるんですよね。この箱の中に。っていうことは、この全32種と数が合ってますよね。これはデキレースの可能性高いです。だって普通だったらさ、5、10、15みたいなね、切りがいい感じで入ってると思うんですよ。この16ってそこの中途半端さ、これはもう確定だと思うんですけれども、ここに書いてあるんですよ。1箱でカード全種類が揃わない場合もありますというね、ちょっとね意味深なこと書いてあるんですよ。ということでね、今回は検証したいと思います。自分的にはこれはデキレース。もう完全にこれはもう全32種揃っていると思います。まあでもこの書き込みを見る限り 100% じゃないのかなとも思うんでね。まあ実際開けて検証したいと思います。まあ、その前にね、これボックスで初回生産限定としてね、特典カードが1枚入ってるんですよ。はい。これもちょっと気になるんでね、開けてみましょう。はい。開けました。一応ね、パックの絵柄を見てみましょう。はい。パックの絵柄は、これ1種類ですね。はい。こんな感じ。で、特典カード。特典カード一番後ろにありましたね。はい。これ見ていきましょう。ドン。はいはい、こういう感じで入ってるんですね。伏黒と虎杖、この2人。まあ全1種類なんでね、特典カードは。まあこれですね。いや、五条先生が良かったな。はい。このパックを1パックずつね、開封して、本当に全種揃わないのか、揃うのか、見ていきたいと思います。はい。ではね、1パック目。その前にガム出そう。よし、出てこないんでね。はい。カードから見ていきましょう。いきます。1枚目。せーの。あー、釘崎。釘崎のバラ。あ、これなかなかデザインもいいですね。クリアカードなんで、普通に透明ですね。ベースは、透明。はい、釘先。では、2枚目。せーの。ああ、はいはいはい、虎杖。虎杖。はい。ガム。あ、結構、これ横に入ってるから、普通に振っても出てこないね。まあ、いつものガムっちゃガムですね。はい。では、3枚目いきます。せーの。ななみん。はい。ななみん。いいじゃない。4枚目。せーの。虎杖。これはアニメの場面のワンシーン。はい。はい、5枚目いきます。せーの。ああ、パンダ。パンダですね。はい。6枚目。せーの。ああ、これはビジュアル的な、あれですね。キービジュアル。キービジュアルですね。番号は01ですね。これが1番。はい、ビジュアル。では7枚目いきます。せーの。伏黒、伏黒ですね。はい、今8枚目。せーの。これは両面宿儺ですね。はい、両面宿儺。はい、では9枚目いきます。せーの。これも両面宿儺。はい、10枚目。せーの。北五条先生来ましたね。五条先生、はいはい。11枚目。せーの。パンダ、一瞬かぶったかと思ったけど、これはポーズ違いですね。イラスト違い、パンダ。はい、12枚目。せーの。これは虎杖、虎杖3枚あるのかな。虎杖、うん、これもいいイラストだね。うん、はい。13枚目。せーの。犬巻、犬巻トゲ、いいね。はいはい。14枚目。せーの。伏黒、はいはい。では15枚目。せーの。全員巻き、はい、全員巻き。16枚目。せーの。五条先生、五条先生の場面イラスト。はい、では17枚目。せーの。虎杖、あれ、虎杖かぶってないよな。虎杖。では18枚目。せーの。両面宿儺。はい、うん、はいはい。19枚目。せーの。釘崎、はい。20枚目。せーの。伏黒、うん、はい。21枚目。せーの。五条先生来た。はい。22枚目。せーの。ゲート、ゲートですね。はい。23枚目。せーの。全員巻き、はい。24枚目。せーの。伏黒、はい。25枚目。せーの。ななみ、はい。26枚目。せーの。五条先生、五条先生来た。いいね。はい、では27枚目。せーの。虎杖、はい。28枚目。せーの。釘崎、はい。29枚目。せーの、伏黒、伏黒ですね。はい、30枚目、せーの、これは虎杖と両面宿儺2人が写ってますね。なかなかいいですね。はい、ついにラストパック。はい、31枚目、せーの、犬巻、犬巻峠。はい、ではラスト1枚、せーの、釘崎。この釘崎かっこいいね、イラストが。はい、ということで全部開封し終えました。ではね、ちょっとまだ把握できてないんですけれども、コンプリートできているのかどうか見ていきたいと思います。はい、揃え終えました。はい、見事ねコンプリートしてましたね、やっぱりね。はい、出来レースでしたね。はい、一応見ていきましょう。12345678910111213141516171819202122232425262728292021272829303132と、はい、フルコンプリート。はい、まあ出来レースでしたね、やっぱりね。うん、まあ、多分この注意書きは封入ミスがあった時のため用だろうね。なのでよほどのことがない限りワンボックスでコンプリートすると思います。はい、まあ一応ね、これクリアカードって結構ね表面が傷つきやすいんですよ、下敷きみたいに。なのでね、皆さんね、保存するときはねカードポケットに入れるなりしてね保護した方がいいと思います。はい、まあ、皆さんもね、まあ見かけましたらね購入してみてはいかがでしょうか。はい、という感じで今回はねクリアカードコレクションガム、こちらをボックス開封させていただきました。これを見てね、チャンネル登録まだの方はねぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。